はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。森田真知様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録、メール登院登録よろしくお願いいたします。日本と日本経済にとって大変残念なお知らせであります。自民党総裁選決選投票、石破茂215票、高市さん194票、石破茂が自民党総裁イコール総理になってしまいました。日経平均225時間外先物取引、一瞬でマイナス1077円の大暴落、石破ショックと日本経済終了がトレンド入りしておりました。これですね、高市さんが金利を上げるのはアホやと思って、高市さんは円安の方が日本にのためになるってよく分かってらっしゃる方なんで、で高市さん予備選挙で1位だったんで、高市総理だったら円安にもっと触れるんじゃなかろうかという期待で、円安になってたんで、石破になった途端にビヨンと2円ばかり円高になりまして、で株と円って反比例するじゃないですか。円が高くなると株が安くなる、円が安くなると株が高くなるって反比例の関係、まあ民主党時代はですね、円高でしかも株が安いっていう最悪な状態でしたけれども、石破ショックという名前がトレンド入りしておりました。だって石破ってほらアンポンタンで、円安と円高どっちが国のためにとっていいんだか全然分かってなさそうだもんね。アメリカはですね、自国通貨を安い方に、つまり日本だったら円安の方に操作する国は為替操作国指定ってしますけれども、自分の国の通貨高い方向に操作する国はしないんだよ。自分の国にとって自国通貨が安いことは有利なんですよ。有利、いっぱい物を売れるし国産の、国内の産業が活発になるし、日本もですね、1ドル200円ぐらいになったら国産大豆、国産小麦大復活、国産食肉大復活、しますしね、マスゴミと外国人待望の総理が誕生してしまいました。世論です。日本終了のお知らせ、自民終わった、日本終わった、勘弁してくれマジで。株が大暴落してて草、円高すごい、どうすんだこれ。小泉じゃなくてよかった。まあその点はいいかな。小泉だと国外に出せないもんね。何突拍子ないことを言い出すか。まあ、小泉じゃなくてよかったけど、あと河野太郎でもなくて、よかったけど、ほら、中国共産党の犬じゃないですか、河野太郎さ。大増税来るぞ。麻生派と安倍派の終焉。岸田は高笑い。麻生さん、敗れたみたいですね、ガースにね。石破はガース推し、麻生さんは、ガスが嫌で高市さんに乗ったっていうことで、壇上でもしかめっ面してたみたいですよ。もう引退じゃねえかな、麻生さん。議員、自民党議員頭おかしい。石破で選挙に勝てるわけねえだろ。金利上げて円高誘導か。中国、韓国、北朝鮮、ロシア大歓喜。これから日本どうなるんだろう。全く予想つかん。本当だね。もう絶望でしかね。ショックで呆然としちゃいましたよ。ほら、予備選挙さ、高市さん1位だったからさ、ちょっとぬか喜びしさんにさ、自民党議員はですね、どっちのツーショットポスターなら当選しやすいかって、冷静に考える脳みそもなかったんですかね。自分の顔と、神経臭い、石破の顔のポスター、使えば当選するって思ったかね。日本のためとかね、どっちが賢いとか、どっちの政策がいいとか、そういうんじゃなくてですね、石破に乗った方が美味しい思いができるって考えたんでしょうね。石破の神器臭い顔とのツーショットポスターで落選しろお前ら。石破に投票したやつ。高市さんに投票してくれた冷静で賢い議員さんたちはありがとうございます。これはもう高市派と呼んでもいいんではないでしょうか。接戦だったから高市派を冷遇できないでしょ。石破内閣は、半分近くいるわけだしね。まともな高市派が石破内閣の暴走を止めてくれることを祈るばかりであります。
まあ、救いはあの小泉ほど変なこと言わないことと、岸田ほど邪悪じゃなさそうな点ですかね。まあ、情弱だけど、どっちも。あとは、あの、中共の犬の河野太郎じゃなかったことが救いですかね。それ以外は褒めっとこないわね。あの、情弱だし、経済のこと何にも分かってなさそうだし、経済以外のことも何にも分かってない、ね、し、質問には絶対答えないし、なんかスローガンとかばなんかばか言ってね。マスゴミと在日外国人は長年の夢が叶って喜んでるんでしょうね。こっちはがっかりしてですね、もう風呂入ってお酒飲もうって思っております。投資家と証券会社の人気は高橋さんがダントツでした。一番に決まった瞬間に日経平均、1000円以上も暴落してて、まあ、市場は正直だなぁ。自民党総裁選予備選挙分析。1位高橋さん、72たす109票、181。これ72、前の方が議員票。2位、石破ゲロ、46たす108で2位でした。党員票109と108で、高橋さん一番人気でした。言うほど、石破が人気じゃなかった。高市さんのことよくわかってる、自民党議員もたくさんいらして、ちょっと安心しました。新次郎、75票、61票。新次郎、党員票が伸びませんでした。やっぱテレビでバカがバレて、呆れられたんですかね。こいつ総理にしてるダメだって、自民党員思ったんですかね。ウミガメ、38票。小林さん、小林ホーク、41票、議員票。茂木、34票。上川、23票。河野太郎、22票。加藤さん、16票と。前回2位だった河野太郎、ビリ2になって、8位になってしまいました。落ちぶれましたなぁ。麻生派は50票ぐらいあるはずなんですけど、議員票ね。議員票が22しか、河野太郎入ってないよー。内容同じ麻生派でも、半分以上が河野に投票してないよー。推薦人の20人から2人しか増えてないよー。いやーもう惨めですね。生き恥ですね、これね。もう河野太郎の政治生命終わったかもしんないね、これ。こんなに議員の人望ないなら、雑に扱ってもええか。次は大臣になれないかもしれないですね。加藤さん議員票16って、推薦に20年のうち4人裏切ってますね、これね。小野田公さんとか裏切ったのかな。岡山市選出の議員ってだけで、なんか加藤さんの推薦人にされちゃったみたいな、小野田公さん裏切ったんですかね。加藤さん惨めやな。これ生き恥やな。議員票は小泉が一番って言ってて、その通りになったけれども、小泉75票、高市さん72票で、言うほど一番じゃありませんでした。麻生さんですね、決選投票では高市さんに投票しろ、石破も小泉も嫌だって、麻生派に伝達したそうであります。岸田文雄、決選投票では高市さん以外、岸田か石破か小泉に投票しろって、岸田派に伝達したそうであります。高市総理では増税岸田路線が立たれると考えたみたいであります。数年は増税しないって高市さん明言してましたから。世論です。河野太郎、俺は河野は使い捨て。河野太郎麻生派ですからね。麻生派が高市さんに乗る決選投票です。まあ予備選挙でも、22票しかいなかったんですけど、産経が先に報じたけど、読売も追随したら、石破は奇跡的に勝っても、菅と岸田っていう敬遠の中な首相経験者の板挟みになること確定。岸田は立憲に行けよ、もう。旧安倍派が石破につくと思えんし、高市総理誕生かな。岸田は一貫して高市さんに嫌がらせしてたし、高市さんが勝てばメガネは干されると。石破確定の今となってはもう無意味な動きになっちゃいましたけども、麻生さんが石破も小泉も嫌なのはですね、石破も小泉もガースが背後にいてですね、石破は過去に麻生おろしに加担した前科がある。小泉は背後にガース、岸田が高市総理を阻止したいのはですね、増税岸田路線が立たれる、って思った。それと断るごとに高市さんに、嫌がらせしてきたから、
加盟をとしてきたから、高市総理だと高市岸田派が干されるって考えたみたいですね。誰に乗ったら美味しいかとかじゃなくて、政策で投票してくれよ、もう。サンス系も読売も報道したですね、この麻生派は、最後は高市さん、ニュースに麻生派の河野太郎、そんなことは全く私聞いておりませんし、麻生副総裁は今日の私の決起集会にも出席予定と聞いております。こういう飛ばし記事が事実であるかのように流されるのは極めて残念。こういう報道は選挙妨害でもありますし、政治不信を招く要因だと思います。語気を強めた、羽木荒かったみたいですけど、政治不信を強めてるのはお前じゃないのかな。言ってない、麻生さんが河野に言ってないのは決戦に残れそうにないから、無関係だからだったんでしょうね。世論です。器が小さいな。ブロックすれば、こんなこと言ってるから始まる前にオワコン、決戦はどうせお前には無関係ない、関係ないだろう。ブロックしとけバーカ自分が気に食わない発信は全部デマ。河野総理は亡くなったな、中京残念でした。決戦に関係ない雑魚には教えないんだよ。それだけ嫌われてるってこと言わせんな。党員に圧倒的不人気だぞ。小林にまで負けてる。ブチ切れ方が共産党っぽくていいね。河野太郎スレッドの特徴なんですけれども、擁護が皆無みんな批判ばかり。高市さんスレでも岸田スレでもですね、必ず味方と敵が入り乱れるもんですけれども、河野スレはなぜか批判一色、ごもうですらかばわない珍しい存在ですよ。唯一だよなって思ってたんですけれども、最近斉藤元彦っていうスター誕生で、斉藤のスレッドも擁護皆無の批判一色なんですよね。にちゃんはツイッターには擁護ちらほらいるんですけれども、にちゃんはなぜか擁護皆無。河野と斉藤は同類ってことですかね。決戦前投票は麻生派所属の河野に投票したんでしょ。してないけど、してなかったけど、選挙前も河野を応援するのが筋って言ってたしね。でも麻生さんがいくら言おうと、麻生派50人が言うこと聞くわけじゃなかった。だから22人推薦人から2人しか増えずになったっていう生き恥ですよね。決戦投票では高市さんに投票しろって、決戦に残らない河野には無関係なんで言わなかったんでしょうね。聞いてない、お前が聞いてないから飛ばし記事だ嘘だとはならないんじゃないの。お前そんな全知全能なの。そんなんだからビリ2まで落ちぶれたんじゃないですかね。日本生まれの児童171人とその保護者147人に法務大臣の権限で在留を認めると発表。これは何人かは書いておりません。入り乱れてるんだとは思いますけれども、201人を審査し、21人を親の事情を考慮して不許可。犯罪者とかそんな感じなんですかね。9人は自分の意思で、帰国した。難民じゃねえじゃん、帰国できんだったら。自分の意思で帰国できんだったらさ。世論です。アンカーベイビー、こんなん産んだもんガチやん。未来のギャング、全員帰国させろよボゲ。スウェーデンでやったのと同じ手口。欧州とカナダはそれで国が傾いた。クルド人優遇策、自動的に親が親族がついてくるやつか。川口市長、クルド人を受け入れます。子供のためなら母国に早く帰れよ。来年には繁殖して倍になるんだよな。難民埋めや増やせや。法務大臣一人が勝手に決めるのどうかと思う。岸田の最後の悪あがきと。昨年もですね、今回だけだぞっつって約140人の子供と保護者に許可出してて、今年もじゃあね、今回だけの特別じゃなくて普通の制度になっちゃってますね。しかも増えてるし、こんなの妊娠した状態でよ、来日して産んで居座りが可能になっちゃうよね小学校以前の幼児、保育園とか、赤ちゃんとかは親ともども帰ってもらうっていうことらしいんですよ。小学校中学校義務教育受けてる間の児童と親が対象らしいんですけど、少なくともそれだと日本で生まれて
6年以上不法滞在続けてるやつっていうことですね。子供が6歳、7歳になって小学校通うからね、何回でも難民申請できて、その間居座れる制度にした民主党のせいですね、これね。法改正されてですね、最長で、まあ、2回まで、4年しか入れなくなったんで、今後はこういうの減ってほしい。小学生に、上がるまでに入れないって、2回申請跳ねられて、ってなってほしい。そういえば入管からですね、送還のお知らせが届いてると、随分前にニュースになってましたけれども、5月か6月ぐらいのニュースだったかな。強制送還は開始されたのかな。全然そういうニュースありませんね。送還されたらテレビ新聞が大騒ぎするはずなんですよ。かわいそうだの、横暴だのって、大騒ぎしないってことは、送還されてないのかな。23日深夜、川口市前川の交差点で、乗用車と2人乗りバイクが衝突。バイクに乗っていた17歳男性が死亡。16歳男子高校生が意識不明の重体。27日朝、引き逃げしたトルコ国籍の18歳アルバイトを逮捕。難民ぶるときはクルド人。逮捕されたらトルコ国籍のパターンですかね。無免許だって引き逃げ。こいつが救急車呼んでたら死なずに済んだかもしんないのにさ。世論です。どうせ来ると。一体何ルド人なんだ。ろくなやついねえ。外国人を増やすとこういう事件が激増する。被害者も日本人とは限らん。東京新聞に責任取らせる。川口、トルコ籍、クルド人。もちろん強制送還だよな。マジのゴミだな。他の連中も強制送還しろ。あの連中は日本の法律守る気ないからな。こういうニュースの時はクルドを隠す。毎日放送。無免許のクルド人が運転しまくってるから怖いって、川口にいる友人が言ってた。無免許で引き逃げで、救護義務違反って最悪だな。無免許イコール無保険。賠償金取れなさそうですね、これ。やばいなぁ。引かれ損になりそうですね。遺族が気の毒でなりませんよ。難民申請で居座れるようにした民主党が責任取るって。民主党が、遺族に謝罪と賠償しろ。いつもいつも責任取んねんだからさぁ。それにしても石破総理で、日本はこれからどうなっちゃうんでしょうね。あいつが日本の顔になって、まあアメリカとかサミットとか出んのかと思うと、もう気がめいて気がめいて、鬱になっちゃいますよ。小泉や河野太郎よりマシだったのかなって思いますけれども、あと中国べったりのウミガメとかさ、やんなっちゃうな。惜しいとこまで行ったから、高市総理。余計残念で、もう今日は酒飲んで寝ようって、思っております。デトックスジャパン。